お茶の水本校をはじめ全国の武田塾では講師の先生を募集しています。参考書学習で難関大学に合格した皆さん、次の逆転合格者を一緒に生み出しませんか？詳細は概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは。武田塾お茶の水本校校舎長清水です。武田塾教務の高田です。清水先生、はい、今日は現役生向けの動画を撮りたいんですけども、はい、高3の春の過ごし方を教えてくださいというコメントが届いてます。それちょっと今日現役合格の僕たちが話をしましょうか、はい、高田先生はまず高校3年生、はい、4月5月ぐらいですかね。はい、はい、そうですね。どんな勉強してたんですか？これなんかみんなに参考にならないと思うんですけど、はい、僕はスタートダッシュが割と早かったんですね。そうです、高1からもう受験相談来て武田塾のルートとかやってますもんね。そうなんです、はい、なんで参考にならないんですけど、やってた参考書いますね、はい、高3の春の時でやってた参考書はポレポレ、やってみた英語長文500、はい、リンガメタリカとかちょっとありましたね。結構早かったんですよ。数学は標準問題成功、はい、リビー、はい、国語開発講座とか、はいはいはい、そのあたりの本をやってました。早いっすね。ごめんなさいね、なんかちょっと嫌味な感じになっちゃって。ルートで言うと大体マーチレベルから総計レベルの参考書をやってましたね、はい、なるほど、はい、まあ、高校2年生からやってる子たちとかはそれぐらい言ってる子もいるかもしれない、はい、そうですね、はいはい、清水先生はどうでしたか？僕はですね、この時まだ部活やってたんです、はい、何部やったんですか？僕サッカー部だった。あ、サッカー部やったんですか、はい、そうなんですね。で、まあ、いわゆるゴールデンウィーク明けぐらいの大会が最後で、はい、みたいな感じだったんですけど、はい、だって正直そんなにしてなかったです、はい、あ、勉強時間取ってなかった、はい、でも好きな日本史だけもうなんか勝手間にやってるみたいなぐらいな感じだったんで、受験勉強やり直すとしたらちゃんとやるなっていう過ごし方をしてましたね、うんうんうん、なるほど、はい、じゃあまあお互いたくさんいろんな武田塾の子とか、うん、あの受験生の子とか見てきてるんで、はい、まあ、ちょっと僕らの話は一旦置いといて、おすすめの高3の春の過ごし方を教えましょうか。はい、はい、まあ、清水先生みたいにね、部活忙しいって気持ちは分かるんですけど、その中でなんとか勉強時間ちゃんと取って基礎を固めるべきやなと思います、はい、で高3の春にしてほしいこととしては、システム英単語1から1200、うん、これを完璧にしてほしいなと、はい、で、文法の本1冊、これも完璧にしてほしいなと思いますね。で、数学やる子だったら基礎問題成功の 1A は3月4月のうちに完璧にしてほしいなと思います ね。何らかの教科を1科目日大レベルまで仕上げてほしいなと思います、はい、英語得意な子やったら長文とかも春のうちにガンガン進めておいて、うん、日大レベル突破を目指してほしいなと思いますね、はい、うん、まあ、あの春休みにどれぐらい勉強してるかによって、うん、まあ、今何やるべきかって変わってくるとは思うんですけど、うん、やっぱり現役生部活が夏まであってとか、うん、人によって秋まであったりするじゃないですか、うんうんうん、でそこから終わった時にもちろん、まあ、最後の猛ダッシュをかけたいんですけど、うん、やっぱり今の時期に例えば単語だけはもう完璧になってる、うん、文法だけは完璧になってる、これ本当に基礎だけでも完璧になってると、その後めちゃくちゃ勉強しやすいんですよ ね。 そうですね。なのでこの時期に、まあ、すごいたくさんのことは正直できない子が多いとは思うんですけど、うん、何かしらここは大丈夫って、で特に主要科目の基礎の参考書ですよね、うん、これ完璧にしてるともう夏とか、まあ、秋に受験勉強本格的にスタートするときに、まあ、すごい役立つかなと思って、今の時期はそれが一番おすすめですね。春できるようになってほしいこととしては、やっぱ毎日長時間勉強するのは当たり前って習慣を早く作ってほしいです、うん、部活しながらで忙しいと思うんですよ、はい、あの部活やってる子に関しては休憩時間めっちゃ長いとか、はいはい、もう勉強しない日もあるとか、うんうん、なんていうのダラダラやってるとか、はい、そういうね、こう受験生としてふさわしくない行動っていうのはもうやめてほしいんですよね、はい、高3の春だったら受験生の自覚を持つっていうのが結構大事やったりすると思います、はいはい、長時間集中して勉強する体力を春のうちにつけてほしいなと思いますね、うん、じゃあまだ高校3年生で今から勉強スタートするって子は、うん、まあ、もちろんそのやる参考書はさっき話したように基礎参考書しっかり固めて、うんうん、まず勉強習慣をつけるために、まあ、例えば自習室に行くとか塾の、うん、自習室にこもるとか、うん、まあ、カフェに行ったりっていう習慣の部分もしっかり今からやっていってほしいですね、うん、はい、はい、今回は以上です。先日私高田が武田塾高松校に行ってきました。カフェスタイルのおしゃれな教室で、さらに働いてる先生たちもすごくいい先生たちばかりでした。ぜひ皆さん武田塾高松校の動画概要欄から見てください。